毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹内純之介、竹内みちるです。今日は12月11日です。箱根竹下合戦がありました。この戦いちょっとあんまりピンとこないんです。入学試験には当然出ませんし、一般の人も知らないんですが、戦ったのは南朝方の竹内の一応五大御殿の長男と言われてます。そして、南朝方新田義貞、竹内親王と、似たようなそうですね。まあ竹内親王は竹長とも呼ばれるんですけど、まあ竹内親王としておきましょう。そして敵は足利尊氏と足利忠義の兄弟、北朝方ですね。この戦いがあった竹下合戦です。もうここでのポイントは、似たようなだと足利尊氏という元五代醐天皇派の二人が戦ったというところにあるんです。足利尊氏は正直言いましょう、室町幕府の初代将軍ですが、優柔不断なタイプです。でもいい人だったらしく、みんなに慕われてたんです。似た人よさもいい人だったんですが、この人はあの所領が小さかったので頑張っているんですが、多くの兵を集めることはできませんでした。鎌倉幕府を倒した時も、新田義貞は全国の源氏集まれって言ったんですが、集まったのはたった200人です。それに対して足利尊氏の子供、まだ10歳前後の子供が、全国の源氏集まれって言ったら、いきなり2万の大軍ですよ。200と2万ですよ。家の大きさわかりますよね。全国の源氏集まれが2万人集めたんです。全国の源氏集まれって言ったのが200人。これじゃ勝てんぞと新田義貞だ弟の脇屋義介、義介に言うんですが、兄貴、もたっちゃったんだ、やるしかないと思ったら、正面にいきなり2万ぐらいの大軍がいて、もう終わりだって。こっち200人だ、向こう2万やって、どう見ても2万や。終わりだと思ったら、向こうが一気にパッ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 って。私、足利家家老の一色と申しますと、新田義貞様とお見受けしました。新田義貞だった、共に鎌倉を落としましょうって言ってくれました。200人しか集まってないんですが、2万の大軍が三笠についたんです。そして刀をどうしても通り抜けないためな水置きに刀をパッと抜いて捨てて、そしたら水が引いたんです。これはね、近くの長老たちが聞いてたんです。この時間には引くから、そしたら盛り上がるからってんで教えてくれたんです。で引いて行くぞーって突っ込んでいって鎌倉幕府を落とします。北条高時は無一郎ともに全員死んできました。でもこの時高時と一緒に死んだ人が多かったっていうことは、高時は頭の悪い、執権と思われたようですが、決してそうではなく、慕ってた人もいたんでしょうね、高時のことを。高時はね、猿楽とか、刀剣とかが好きだったと言いますが、今で言うとカラオケとかプロレスや格闘技が好きだった人だと思います。もう勇気に走ってしまいましたが、別に悪い人ではなかったと思われます。そして今日12月11日は沢庵和尚が死んだ日です。沢庵漬けで有名な沢庵和尚ですね。沢庵漬けを作ったのは沢庵和尚じゃないという、そういう説もありますが、私そういう無粋な話聞きたくないんですよ。本当はこうだっていうのはね、キリがないですから。沢庵漬けは沢庵和尚じゃいいんじゃないですかね。ご飯に味噌汁、たくあん、それを食らうこと、それが嬉しいです。それが日本人として嬉しいことです。それで十分納得できますから。だから僕はたくあん好きです。まあ一説に宮本武蔵を教えたっていう説もあります。宮本武蔵の禅の心得とか、宮本武蔵の
書や絵というものに対しての心得はある程度高和尚は教えたと言われます。一時期宮本武蔵が姫路城に幽閉されたときに高和尚が顔を出したと言われてます。この関係もまた面白いですね。武蔵も高和が好きだったんでしょうか。そう思うと宮本武蔵が好きだったものは案外たくあんだったのかもしれませんね。ピトロが何を好きかっていうのは僕興味あります。これについてはまた、ご覧町ライブリーの、方で発表していきたいと思います。この人はこれが好きだった、意外な人が意外なもの好きですからね。では12月11日、また次回。